皆さんはじめまして。ハレリア、香川県のプレイズレポーター、ハレリアチャーチ高松牧師の山川哲平です。今回はニューイヤープレイズ in 香川のレポートをいたします。2014年1月25日、会場は高松クリスチャンチャーチで持たれました。働きの目的は、香川県や四国の若者が共に集まって主を賛美する、主を礼拝する、そのような目的で集会を持ちました。香川県の青年宣教大会という委員会が中心に企画しました。最初は主を賛美するクリスチャンですが、当日はノンクリスチャンの方も来られました。ペンテコステの教会を会場に、改革派、同盟教団、ホーリネス、バプテスト、単立教会など、福音派から聖霊派までさまざまな教会の若者が、またお年寄りの方もさまざまな世代が集まりました。詩編の149編1節にあるように、ハレルヤ、主に新しい歌を歌え、生徒の集まりで主への賛美を。その御言葉の通り、主を賛美するために集まったことは、超教派の集会が少ない香川ではとても意義あることでした。普段交わることがない牧師先生同士との交わりがありました。それぞれの教会の賛美チームが変わる変わる賜物を用いて精一杯賛美しました。参加者の方々の感想にはこのようなものがありました。普段は自分の教会だけで孤独になることもありますが、今回このように集まって共に祈り賛美できたことは本当に励ましとなった、そのような声をいただきました。またある兄弟は、ひたすら主を慕い求める、そのような思いで、参加できた、そのような方もおられました。これからの地域の課題ですが、一致というのがこの四国のリバイバル、もちろん日本全体でもそうですけども、リバイバルの鍵の一つだと思います。使徒の2章の時、聖霊が下られたのは一致して祈っていた場所に聖霊が下られました。またその後も聖霊で満たされた人々が祈り、そして弟子たちが共に立ち上がった時、代表してペテロが語り、一度に3000人が弟子に加わりました。イベントとしてただ集まることだけではなく、また人を集めるだけの集会ではなく、これからさらに聖霊の導きで満ち溢れる、臨在で満ち溢れる、そのような集会になっていけたらなと思わされました。ラブソナタ高松も共に集まる、そのようなことをこの香川県四国にその扉を開いてくださいました。今回の賛美集会も共に集まって賛美するということの扉を開いてくださいました。私は賛美集会に参加しながら、ますますリバイバルや聖霊様の訪れを待ち望むことができればいいと願わされました。さらに次のステップへと、リバイバルの階段を上っていきたいと願います。ぜひ皆さん、四国のリバイバルのために、そしてこの共に集まる祈りや賛美の働きのために覚えてお祈りください。以上、香川県ハレルヤチャーチ高松、山川哲平がレポートいたしました。